はいみなさんこんにちは元気なおじいです今日は12月の5日水曜日時刻の方は13時19分ですうん今ねわざわざ着替えてねファミマで行ってきたんだよあのペ a ペ p でお弁当おしたらさあのー、何全然使えないころあのあ、ー、の不具合があるみたいで あの一部で何かあんとかなんかチャージできないとかとりあえず500円は入ったからあれ、別にそれだけ使えばチャージできなくてもいいやと思って行ったんだけどもうレジのところにさ、イペイはあのペーペーは例えば使用できませんって紙ペタッと貼られてさ使えない状態だしでチャージどうやってやるのって言っても分かんないっていうし足りないのは現金払いができるのかそれともなんかチャージまでお待たせするのか。 どうするのってね、分かんないっ,ってね。お店の人がペイペイ全然分かんないっ,っててる困っちゃうね、これね。で、簡単に、普通のやつだったら簡単に分かんないなりに誰か聞きながらやってくれるんだけど、ペイペイに関して、なんかみんな分かんないって言ってるんだよな。何んなんだよ、これ。むかつくな、これ。あの、さっきおじいさ、これ、不具合があるみたいよって言ってたじゃん。ね、12月。これ、でも、昨日の話じゃん。 でいつも PayPay ペペご利用いただき誠にありがとうございます。ただいま断続的に PayPay ペペが利用しづらい状況でさ、これさ、利用しづらい状況って書いてあるだけで、使えないとは書いてないじゃん。で、だからあの、の繋がったりつながらなかったりとか、なんのかなと思って、復旧に向け作業を行っていますで、ご迷惑しませんって書いてあるけど、使えないんじゃなくてさ、利用しづらい状態って書いてあるからさ。 だから、あのー、別にちょっとちょっと困ってれば行くのかなとかさ、使えるのか使えないのかね。使えないなら使えないって書いとけよ、バカ野郎。おじいの貴重な時間とガソリン代返せよ、バカ野郎。損したじゃないかよ。こら、損。おじいを損さしてどうするんだよ。くそ。もう、ふとけものめ、うん。むかつくな、ほんとね。 でえっとねまあそんなこんなでね花火さん、うん、おじいペイで決済ミス発生中ですねえ元気なおじいの次元簿シリーズにならなくてよかったですおじぴょぴょお姉さん好きですね、うん、あれは綺麗なお姉さんもぴょぴょお姉さんも両方好きですそう綺麗なバラにはトゲがあるよおじ <laughs> 綺麗なお姉さん苦手なんだよね <laughs> <laughs> おじいはいつもぴょぴょお姉さんはね、えー、片手で鼻の下を伸びてますよ、うん、来週からしばらく携帯ショップで綺麗、えー、なぴょぴょお姉さんに囲まれて仕事しますわおじいをね難、えー、体にする方法はお酢ではなくぴょぴょお姉さんを置いておけば問題ありませんねってそうだね、うん、いやほんとねもうぺぺむかつっけどねまあいいやあ,のあとでスーパー行ってぴょぴょお姉さんはね 昨日はねあのおじいのお気に入りのぴょぴょお姉ちゃんはいなかったんだよ、ね、だから今日行けばいるかな、ね、まあ、綺麗なお姉さんはね、うんまあ、遠くで眺めてる分にはいいよね、うん、あの綺麗なお姉さんってさなんかさ、あのー、気遣わないすごくなんか、まあ、自分がこんな感じだからさなんかそのなんか気,気を遣うの大変じゃん綺麗なお姉さんって。うん き綺麗なお姉さんってこうピチッとしてるようなね綺麗なお姉さんでしょ。いや疲れるよやっぱ綺麗なお姉さんは。でき綺麗なお姉さんでもねあの写真みたいにあんな感じでいてくれればねあのピョピョして,てくれればねうんあのまあ気ぃ付かないと思うんだけどうんやっぱあの森口博子とかねうんあの写真みたいな感じでピョピョしてくれればそれでいいよ、ね。 あとは、あの、一般の人はね、本当にもう普通にピューピューしてくれればね <laughs>。気をつかなくていいんだよ。ね、綺麗なお姉さんはね、あのー、だからもう、こう語らないで、こう。もう、どっかこう通りすがりとか、知り違いとかね。うん、なんかこう、どっかにこう、なんか、くったりがかり、なんか、ピショってみたらね。銀行かなんかで、こう、座って、こう、通りすがりとかさ。だから、その、その程度でいいんだよ。ね。だ、あのー。 コンビニのレジとかさそんなとこにさそんな綺麗なお姉さんみたいのがいたらさあのー、レジしづらいもん本当ね普通にピョッピョしててくれないともう、まあ、あのー、だいたいブ,ブスッとしてるかねピョッピョッしてるかどっちかだからさ、うんねまあ、やっぱピョッピョッしてる方がいいよ気ぃかなくてね、うん、<laughs> でも大体あれだと思うよ、あのー、ほとんどの ほとんどの人って大体おじいが思うに70%ぐらいはみんなピューピュー好きだと思うけど違うのやっぱりあれなのの綺麗なお姉さんの方が皆さんお好きですかいやおじいはやっぱりピューピューてる方がいいなピュー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 ってねやっぱもう気持ちから内面からピュー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 ってピューピューはもうこの何て言うんだかなもう オーラが出るじゃん、ピョピョのオーラがなんかね。で、なんかこうね、あのちょっとこうかしこまっててもね、うん、ちょっと喋るとね、こうピョってこうね、あのエビが盛りたりとかさ、ね、こと言葉がほら、ふあのポロって普通、普通に自然体で出てくる感じでね、うん、またあのあのかしこまった話、あのね、あのお客様言葉あの言われて余計になんかあれだよね、うん、退屈窮屈っていうかさ。 ね、中には「いるじゃん!あのー」ね「あの喋り方がとかさなんかセリーが気に入らねえとかって言うけどもさいやおじいそういうのはね肩こっちゃうからね、あのー、やっぱ普通にピョピョ <laughs> 分かりやすく言ってくれた方がおじいがだってチップカップだもんおじいもなんか難しい言葉で言えないしであの漢字も読めないし言、ね、ばねえっ、ー、とね。 うんとねこ,こんなねよいしょこんなのがあったね。慶、うん、太郎さん、ねえーと、テレ東で欅って書けないっていう番組やってますねってことでね。欅ってあ、これ欅なのちょっと待ってさっき。さっきの話題かな、これ。えー、あ、これ欅っていう字なのこれそうかな同じ感じかな つぶれちゃってさ、な、なんて書いたんだかわかんないよ、これ。カッコ、ケって書いたけど。だってもうこ、こ、こ、こんな感じでさ、だって、全然わかんないじゃん。だってこれ、これか、か、かって、カッコ、ケはわかるけど、これさ、拡大したってさ、ほら、もう何がどうなってんのかわかんないよ、これ。これを見てみんな漢じかける欅って。みんな変換でしょじゃあみんな欅って書けんのこれ。 <laughs> あのさじゃあみんなさうごめくって書けるうごめくねおじい書けるよ春のムシムシって書くんだよあの前、ーまあ、おじいがこんなちっちゃい頃にうちの兄貴がおじい,いじめるときにね悔しかったらうごめくって書いてみろってねそんな感じ書けねえよっつってね春,春ムシムシって書くんだばーかっつって言われてねあのー、<laughs> でもそれあのー、頭の記憶に残ってるんだねだからさ 普段だって欅きってね漢字書ける書けないってじゃあ皆さんあの学校でねじゃあ習ったらお字書け別に学校で習ってないもん欅きなんてであのー、じゃあ忘れない一生ちゃんと書けるでさあのー、その欅きっていうのはね例えばこう通りすがりのさ喫茶店でさ欅きっていう。 喫茶店がああってあるとかさなんかこう常日頃生活の中に何かその欅に関することをね見たり触れたり話題にしたりあればあの欅っていうのはなんとなくこう見て覚えるかもしんないけどおじいの生活の中に欅なんてものだってないもん、うん、おじいの辞書に欅という文字はないねわかんないよ啓太郎さんは啓太郎さんの生活の中に欅ある でケタルさん書けやきなさかって、あのー、欅って変換してみんななあれでしょどうして欅なんてね文字書けねえったっておじいは人生今まで生きてきてんだよけやきが書けなくても読めなくても生きてきてんだよこれから先もけやき書けなくてもねあのー、残り短い命尽きるまでけやきは覚えねえよ絶対に。 でも全く支障ないよ。全く支障ねえ。ねそんなね、あのー、何これ、けやき坂っていうの、そんな難しいのつけるんじゃねえよ、これ。やめろよ、もっと。簡単,簡単なグループにしようよ、本当ね。ピューピュー 46? ね。ピュピュにしろよ、欅やきなんてやめて。だめだよ、こんな格好つけちゃえっ、ー、と、これはどっちのグループだチックじゃなくて、 秋元さんの方ではね、本当、秋元さん、ダメだよ、おじいに、おじいに、優しいグループ名つけないとこんな、こんな難しい漢字つけちゃってさ、ダメでしょう、ぴょぴょ46にしなさいよ、ぴょぴょとかね、ぴョんぴョんとかね、ピょ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 とか、大体ね、秋元さん、抱え直してぴょぴょでいいから。 とにかく、あのー、もう基本のメインの焦点はピョピョ46 48? あ、48? ちょっと待って、あれ ?46 って書いてあったの、ね、あ隅っこが分かんねえ、これ、あのー、4までしかねえ、ちょっと待って、あれ ?6 っておかしいよね、おじいまおかしいね。AKB って48だよね。ちょ,ちょっと待って、よしこ,この先っぽどこだ これ今ちょうど切っちゃったとこがね <laughs> これが <laughs> 4までしかねえんだよあれこのこのこの反対側どこ行っちゃったあれあれ本当不思議だねないよほら ほら4まであるけど反対側はこうなってあれれれれれれ,れちょっと待ってこれ結んじゃったから元戻すの大変だなおじいどうやって切ったんだろうもうもうダメだからギュッてやっちゃったから戻んねえけどこっちはこっちで方向性間違ってねえのにありゃーおじいどこうやって破ってんじゃどこどこかしちゃったの まあいいや。あの、46でも48でもね。とりあえず、秋元さん、ダメだよ。あのピヨピヨ、ピヨピヨにすればみんな覚えてくれるからね。まあ、そんなわけで、ペイペイがね、使えないので、あのー、本当ガソリン代だけ損したからね、昨日、スーパーで買ってきた、これ食べるよ、これ。昨日、スーパーで、これ高かったけどね、でも、まあ、あの200円くらいだったからね。200円いくらだったかな、これ。8食品、よく100均で見る。あ これ100円ショップで買えたかなもしかして。鉢ってあれだよね。あの、おじいよく、これカレーとかさ、あの、だっけ、ナポリタンのあれとかさ、鉢のやつって量が多いんだよね。おじい鉢結構使ったけど、スーパーで買ったからこれ200円ぐらいしたけど、これ100円ショップで売ってたりして、もしそうだったらすげえショックなんだけど。なんか赤から本家、えー、っと、辛味の極み10番カレーって書いてある。ほら。 ってことは、リーの10倍ってことだから、まあ、8, 8のカレーって甘いからさ、辛口でも甘いからさ、で、この横にチーズに合わせたから、ほら、いろんなやつが3種類あったから、まあ、おそらくね、色からしてね、そんなにこれ、辛くないんだよね。おじちリーの30倍までは食べれるんだよ。で、あのー、ほら、なんだっけ、おと大人の18金カレーか。 あれのピンクはそのリーの30倍よりも辛いって、リーで言ったら40倍に相当するよってドシャさんが言ってたんでね。で、そのと、唐辛子なんだよね。要はね、リーの30倍とかね。あの、あれ18金のピンクはあの唐辛子なんだよ。普通の赤らいっていうね。で、黒が、あのジョジョジョ、ジョロキュアだっか。ね、なんだっけ。 あ辛いやつねあれが1本で白が2本、ね、でこの黒,も黒,黒が黒でさえ「あのあ辛い」っつってねあの麻痺するけども,も,うもう白はもうそのあ痛いだけで痛いというかこの,あのもうただでさえ黒がもうあの痛いのに白はほ <laughs> あのただ1本増えただけじゃなくて「すごい辛い」って言ってたから。 <laughs> で、あの、泥餌さんのね、チンキャスのやつがね、YouTube 残ってるからね、おじいもあの前、リンクの受けたことあるんだけど、いや本当ね、あの、泥パパ、結構辛いのはけるけど、おじい、そんな強くないんでね、辛いのは好きなんだけど、もうリーの30倍はぐらいまでがもう限界かな、あれを毎日食べようっていう気になる、だから20倍ぐらいまでがちょうどいい辛さかなって感じだよね。だこれだからちょうど甘いんだろうね、これね。うん、じゃあ、これ温めて食べよう。 であとおじいレシピねあのシチュー作ろうと思ってシチュー買ってきたんでであの低温調理のレシピ今見てるんだけどね、うん、まあ用意しなきゃなんないものだっけ今牛タンシチュー見ちゃったもんでいや牛の塊買ってくると肉だけじゃんと思ってさちょっと違うメニューにしようかなと思って入れる見てるところです、ね、はいそんなわけでおじいはお昼をね 本当、おいしくお弁当食べようと思ったけど、できませんでした。ペーペーめ、くしょうおじいの時間無駄でした。以上です。もう、愚痴です。またねバイバイ